サシにはオ、シャ尺にはオ、シャ尺には尺オ、メジャーフォーメジャーは、ウィリアム・シェイクスピア作の儀曲。1603年か1604年に書かれたと信じられている。最初の出版は1623年のファーストフォリオで、記録に残っているもので最古の上演は1604年である。尺にはサシオで扱っているものは、慈悲、正義、真実の問題。 プライドと屈辱の関係である。罪によって出世するものがあれば、善によって転落するものもある。第二幕第一番。この芝居はもともと喜劇に分類されていたが、現在では、シェイクスピアの問題劇の一つに分類されることもある。一応は、喜劇として分類されることも多いが、設定や全体の調子は、一般的な喜劇のそれと異なり、 期待を裏切るようなところがあると評されている。ウィーンの公爵、ヴィンセンシオは外交でウィーンを離れることにしたと言い,い、その代理を厳格なアンジェロに任せる。公爵の統治下ではウィーンは法にゆるかったが、アンジェロは正道徳について厳しく取り締まることにする。若い貴族クローディオは婚前交渉で恋人のジュリエットを妊娠させる。 ジュリエットとは結婚するつもりだったが、アンジェロから死刑を宣告される。クローディオの友人ルーシオは、修道院にいるクローディオの妹、イザベラを訪ね、アンジェロに会って死刑の取り消しを懇願するように頼む。イザベラはアンジェロに面会し、慈悲を求める。アンジェロはイザベラに恋をし、自分と寝るならば、クローディオを助けてもよいと持ちかける。イザベラは拒否する。 そして刑務所に行き、クローディオに潔く死ぬよう言う。クローディオは助かりたいので、イザベラにアンジェロと寝るように頼むが、イザベラは拒否する。公爵は、実は、ビーンを出発しておらず、修道士に変装して、アンジェロの動向を監視していた。イザベラから話を聞いて、公爵はアンジェロに罠を仕掛けることにする。その罠は、ベッドトリック、である。アンジェロにはかつて、 マリアナという婚約者がいた。マリアナの持参金が海の木図と消えた時、アンジェロは婚約を一方的に破棄したが、マリアナはまだアンジェロを愛していた。そこでイザベラがアンジェロの誘いに乗り、マリアナとベッドで入れ替わらせた。計画はうまくいったが、アンジェロはイザベラの約束を破り、クローディオを処刑しようとする。公爵は病死した囚人の首を、 クローディオの首のように見せかけ、アンジェロに届けさせる。公爵は、変装を解き、ウィーンに、帰還する。そこで、イザベラとマリアナに真実を訴えさせるが、アンジェロは容疑を否定する。公爵は再び修道士に、化け、改めて公爵であることを明かし、アンジェロも罪を認める。アンジェロをマリアナと結婚させた後、公爵はアンジェロに処刑を宣告する。 尺にはサしオというわけである。しかし、クローディオが生きて現れ、アンジェロは罪を許される。最後に、公爵はイザベラに結婚を申し込む。しかし、イザベラは何も答えない。この、イザベラの反応は、一般的には、無言の承諾と考えられているが、解釈が分かれるところである。サブプロットにおいては、クローディオの友人ルーシオが活躍する。 修道士が公爵とは知らずに、公爵の悪口を言いまくる。その罪により、最後に公爵から売春不景とキープダウン、景とキープダウンとの結婚を命じられる。この芝居には二つの主要な種本があると考えられている。チンテオのヘカトミーティに入っているエピティアの話が原作の一つである。シェイクスピアはオセロでもこれを種本として使用しており、 ヘカトミーティには親しんでいたと考えられる。シンティオは同じ物語に基づいて少々変更を加えた戯曲版も刊行しており、これをシェイクスピアが参照できたかどうかは定かではない。この原作の物語は容赦ない悲劇であり、イザベラにあたる人物はアンジェロにあたる人物と成功賞を強要された結果、アニマで殺されてしまう。もう一つの財源は、ジョージ・ウェット・ストーン。 の1578年の二部構成の非常に長い、クローゼットドラマ、プロモスカサンドラ、プロモスとカサンドラである。ウェットストーンは、チンティオからストーリーを取っているが、喜劇的な要素とベッドトリックを加えている。題名は、劇中のセリフにも出てくるが、第5幕第1話、新約聖書のマタイによる、福音書7から2への言及と思われる。 あなたが人を裁く、同じ方法であなたは裁かれ、あなたが使う差し、メジャーであなたは測られる、B メジャードだろう。尺には差しを、は、1603年か1604年に書かれたと思われている。最初の出版は1623年のファーストフォリオだった。ゲイリー・テイラーとジョン・ジョーエットは、強調書。 シェイクスピアリー・シェイプット1606から1623の中で現存している尺にはサしオのテキストはオリジナルではなく、シェイクスピアの死後、トマス・ミドルトンが改訂したもので、オリジナルはイタリアが舞台だったのをミドルトンがウィーンに変更したと主張している。しかしながら、デイビッド・ビー・ビントンなど、これに異議を唱える学者もいる。公尺の冒頭のセリフの ごちゃごちゃとした文章は、おそらくは、印刷屋の間違いで一行ほど失われたためでは、ないかと広く考えられている。ファーストホリオ以外に本文がないため、この失われた箇所を回復できる、可能性はない。記録に残っている、尺にはサシオの最古の上演は1604年12月26日の、聖ステファノの日の夜である。王政復古期、尺にはサシオは、 新しい観客の思考にあったシェイクスピア劇の一つだった。ウィリアム・ダ・ベナントが尺には差しをを本案した恋人に原式を着てにはカラサーギのベネディックとベアトリスのエピソードが挿入されていた。サミュエル・ピープスは1662年2月18日にこの劇を見て日記に良い劇、それに良い演技と書いている。ピープスは特に ベアトリスの姉妹ビオラ、ダベナントの創作を演じる若い女優の歌と踊りに感銘を受けたのだった。ダベナントは、現状、イザベラの純潔を試すだけのアンジェロを復権させ、3つの結婚で劇を締めくくった。王政復古期の脚色の初期のものの中でも、この劇はあまり成功しなかったようである。チャールズ・ギルドンが1699年にリンカンズ・イン・フィールドで上演した。 ビューティー・ザ・ベスト・アドボケート、美貌こそ、最良の弁士では下品で滑稽な登場人物たちが、取り除かれ、アンジェロとマリアナ、クローディオとジュリエットはこっそり結婚していたという、設定にして、シェイクスピアの劇の核であった、不義の性を、ほぼ全部排除し、ヘンリー・パーセルのオペラ、ディドとエネアス、ジドエニアス、1689年のシーンを、アンジェロが劇を通して、 時折見ているものとして、劇と一体化させた。しかもギルドンは、シェイクスピアの幽霊をエピローグに登場させ、いつも作品が改訂されることへの不満を言わせた。ラベナントの改訂版同様に、ギルドンの改訂版も一般に普及せず、リバイバルもされなかった。1720年には、ジョン・リッチが、シェイクスピアのオリジナルに近い版を上演した。ビクトリア朝後期、 尺にはサシオのテーマが議論を呼んだと考えられている。実際、1870年代に、アデレード・ニールソンがイザベラを演じた時には抗議の声が上がった。オックスフォード大学演劇協会は、ガーバイス・レントールがアンジェロ役、モード・ホフマンがイザベラ役での1906年2月の上演の際、皇帝の必要性を発見した。同じテキストは、翌月、 オスカー・アッシュ、リリー・ブライトン、主演でアデルフィ・シアターで上演した時にも用いられた。ウィリアム・ポールは1893年にロイヤルティ劇場で1908年にマンチェスターのガイエティ劇場で自らアンジェロ役を演じて尺には差しをを上演した。ポールが上演した他のエリザベス長演劇同様に最小限の変更を加えただけのシェイクスピアの オリジナルテキストを使用した。舞台装置を書いた、非限定的な舞台の使用、セリフの速さと音楽的な話し方は、現代劇に見られるスピードと連続性の標準に設定された。ポールのこの上演は、この劇の登場人物並びに、全体的なメッセージの両方を近代的な、心理学的、神学的に解釈するという、演出家による決然とした試みの最初のものであった。 その後の、尺にはサしオ、の上演で著名なものには、以下のようなものがある。1973年には、デビッド・オグレンス・スティアーズ、ヴィンセン・シオ役、ケビン・クライン、修道士、ピーター役で一度だけブロードウェイで上演された。日本では2016年5月25日から6月11日まで、彩りの国シェイクスピアシリーズ第32弾として、蜷川幸雄の演出により、 藤木直と多部美香子主演で彩りの国際玉芸術劇場にて上演される。尺には差し尾は明治時代から様々な日本語台で紹介されており、主なものとして以下の例がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。